ち来た感じある。不思議なものが見えますね。はい、だいぶ雰囲気の違うものが、ね、これちょっと待って、えなんかすごい嘘でしょ、さっきとの差はすごいですけど見てみますか一回。そうだね。ほうほうでも待って、身長120センチ以上だよ。えもうこれは不穏。あれ確かに65歳以上の方ご乗車できないよ。あれれ、ちょっと嫌な予感がしますけどうわぁうわぁ、あそういう、うわ揺さぶり系ですかこれ。これ私乗ったことある。嘘、昔ね撮影で、あります来て、でそれは写真撮影だったんだけど、はい、最後ちょっとだけ遊んで帰ろうっつってこれだけ乗ったの。乗ったんすね。じゃあこれはね無理。どういう系ですか。ぐるぐる回りながらこうめちゃくちゃ揺さぶられるバイキングみたいな。バイキング、回るバイキング、回るバイキングみたいな。私も回るのだけは、回るのだけはダメなんだ、おいおいしちゃうんですよ。どうしよう。じゃあここで。でもそしたら絶対お化け屋敷入らないといけないよねってことですね。どっちが怖いか。でもさ、見える子ちゃんで来ててお化け屋敷入らなくていいわけない。そうです、絶対に入んなきゃいけない気がしてそうだよね、流れ的にじゃあこれをパスでよろしくお願いします、はい